はい、じゃあ合格おめでとうございますと。ゼミの中でババクラスを選んだ決め手は何だったでしょうか。動画で結構快活にお話ししてたのが良かったのと、過去問を中心に勉強するっていうのをもう最初から述べてたのが自分に合うかなと思ってババゼミクラスを選びました。私は合理的で他の人が書けるところを書ければいいというすごい分かりやすいゼミの方針のもと勉強するのがいいのかなと思ってババゼミを選びました。僕はとにかくババ先生がすごい楽しい先生だったので、とにかく楽しく勉強したいなと思ったのでババクラスを選びました。楽しそうなクラスだなというのが一番の決め手で選ばせていただきました。ありがとうございました。ババ先生がいたからこのクラスにしました。私のゼミのですね、ここが良かったとっていうところを言っていただけるとありがたいです。毎週答案を書いてそれの合格率を出して A 項目 B 項目っていう絶対に書かなきゃいけないっていうのを明確にしてくれるのがすごく良かったです。勉強時間を毎週毎週皆さんどんぐらいしたかっていうのを共有して、それを次の回に公表するっていうのがモチベーションになって、あそこはすごい良かったと思ってます。僕は馬場先生が自主ゼミを一生懸命やれっていう指導があったので、自主ゼミをこう積極的にできたのでそれが良かったです。添削いただいたところが自分の弱みだというのが分かったのが良かったところと、あと処方箋いただけたのがとても良かったです。学習のペースがつかめたのが良かったのと、あとやっぱ自分で勉強できるような指導の仕方をしてくれたところが良かったです。はい、ということでごくおめでとうございました。ありがとうございます。はい、ということで終わりたいと思います。皆さん合格おめでとうございます。早速ですけれども、なんであのうちの水先クラスが選んでくれたんですか。クラスの紹介動画を見まして、なかなか論文試験でいい結果が出なかった自分が答案の作成に確一的に解けるという、その水先先生の言葉を信じて選びました。実際はすごくあの答案もよく書けているようになりましたし、よかったと思います。うちのゼミを選んでなんか良かったことを教えてください。そうですね、やっぱり先生のシステマティックな解法を学べたということと、あとはやっぱりゼミ生の横のつながりがすごく構築できたのが良かったなと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、それではですね、Lゼミ西田クラスで合格された皆さんにお越しいただいておりますので、皆さんにちょっとインタビューさせていただきます。まずはですね、私のクラスを選んでいただいた決め手は何でしょうか。先生の紹介の動画を見て、先生の熱心な教え方とかが伺えたので西田クラスに決めました。ありがとうございます。論文の書き方を学べるというところに魅力を感じたからです。ありがとうございます。のぞみ先生から西田先生は一から論文の書き方を教えていただけるとお勧めしていただいたので、あの先生のクラスを選びました。ありがとうございます。私は能富先生に勧めていただいたので受講することにいたしました。ありがとうございます。それではですね、もう一つの質問ですけれども、私のクラスのゼミのここが良かったっていうところを教えてください。先生からいただいた先生独自の回答案が非常にまとまっていて、とても論文を書くときの参考になって良かったです。先生の参考答案により実力を上げることができました。ありがとうございました。西田先生から教えていただいた書き方で、時間内でも論理的な論文を書けるようになりましたので良かったです。はい、受講生が理解できるようになるまで丁寧に教えていただいたことが良かったです。はい、皆さんそれでは私のクラス受けていただいて合格おめでとうございます。ありがとうございます。